ケンゴさんとの馴れ合いで私としたことが月夜に釜を抜かれましたか。少々うつつの夢に浸りすぎたようです。私の目的はあの方だけなのですから。 天界様の奥地が落ちてる。ってなんだ、お面か。まさか天界様、そんなお面を取らなきゃ食べられない大きなあれを一人でマグマグする気なんだ。ずるいよ天界様。マグマグ。 僕は天子准義。見習い。山中鹿之助。この砂が。あれ。なんだっけ。こちらに人探しの上手な寒天さんがいるって聞いたんですけど。この名探偵鹿之助に何かご用ですか。なんて。 あなたは毛利被害者の会会長の金吾くん、副会長の鹿之助くんだ。なんだ、名探偵って君だったんだ。僕の鍋にひびが不吉だ。 キャツラを全員倒さねば、この地は落とせぬということか。郡上特製小早川鍋、具材は金吾様じゃねえぞ。 様がいなくなっちゃったんだ。探してよ。なるほど、それでこの名探偵鹿之助を詳しく聞かせてくださいっす。カクカクシカジカマグマグマグ。おやさん、これは新たな事件っす。 おやっさんすら寄せつけない危険区域。そこがそうだ。ひるむまず、ひるめば爪と牙の餌食だ。
潜り込んでやるのさ俺たちの砂の世界に。 状況を整理しましょう。このおこげの部分は誰にも渡さないよ。あれ、僕の落とした野菜につまずいた。さっき鹿を見たような気がしたんだけど。 天界様は姿を見たことあるんすか？天界様出会った時からお面で、うん、いつも面だったよ。大切な仮面を置いての失踪、これは誘拐事件っすね。 妖怪事件？事件になるほど甘くて美味しいんだね。アマゴは砂と共に育った。我らの自由はここにある。 人物、それはただ一人。いや、しかしそんな、まさか。おやさん、この山はやばいっす。幾千もの夜と孤独がむせびなく砂の防壁は生まれた。何の成果も得られませんでした。 給料いいって本当かよ。天界様がいなくなった時、金吾君は何をしてましたか？徹夜で一人鍋かな。それで天界様を誘おうとしたらいくら探してもいなかったんだ。何も腰掛けなんていませない。
された仮面は犯人を示す使者。伝言噛み切れない。死者もおでん5本。天海様、やっぱり何か食べに行ったのかな。今度こそ僕たちが出ますね。よし、行きましょう、おやつさん。おやさん、おつの拝着。山中鹿之助、操作開始。すべての謎はキリンジの角に集まり、一つの真実に変わる。天海誘拐事件の下手人は金吾くん、あなたです。僕、天海様の羊羹なんて取ってないよ。こうなったら日の本捜査も足を使って調査する。用意してよね、